こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は今聴いていただいたニカズドリームのドラムの演奏のポイントを、解説していきます。もし他の楽器の人もドラマこういうとこ気をつけてるんだとかね、他のもし演奏してない方も、こういうドラマこういうこと気をつけてるんだっていうのが分かっていただけるかなと思います。まずですね、黒本のこの譜面ではこうイントロはこうやって書いてあるんですね。イントロ、感想、エンディングっていうのが全部こうなってます。タバラバリラリラ、ドラムもこういう譜面を読みます。でこれちょっと聞いてみましょう。ダンダンリラディラ、ディラちゃんって決めてるんですね。ディラちゃん、これ最近の主流です。ところがこれ原曲、もともとの初演はディラの間を埋めるのに4拍表、後で説明しますが、ラテンって4拍表にフレーズが向かうので、これすごく理にかなってるんですけど、これだとちょっとねスカスカな感じに聞こえるかも。
といった感じになります。これだとちょっとこう寂しいので、ダバダバリーダーシンコペーションをすると、これがうまくこう間が埋まって、ここもダンダッタッタダダン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 、ここでブレイクするのね。なので、この4拍裏入れるのが結構主流なので、ここは意外とダンダンこういう風に叩くことが多いです。最初の音なら全部これでもダバダバダバダで、これに受け答えてこうして、でここはラテンのパターンを叩くことが多いです。なのでこれ主流のパターンね、タバタバディダッチャンディダッチャンディダッチャン、合間を埋めてパターンをやってみます。非常に受け答えされた感じで、間が埋まって寂しくない感じになったと思うんですが、ここラテンのパターンはここはフィルインにしても全然構わないです。2小節のドラムソロにしても構わないです。今タッチャンタッチャンってやりましたね。この頭の部分はこのギターが弾いてるじゃないですか。なのでただギターはメロディーなので、ちょっとレードバックするかもしれないじゃん。なのでここはドラムが頭ここだよっていうのを示してあげた方が初めましての場合はいいです。ただバンドがほぼ慣れててギターの人がすごくインテンポで弾ける人だったら、この音を省略しても構わないです。なので、一番いいのはタバタバディラッタディラッタの方がスッキリはしてるよね。だからギターの音を消すこともなくバッチリできるんだけど、まず考えなきゃいけないのはリズムをとりあえずインテンポにしていくということをドラマは考えなきゃいけないので、まあ初めましての場合はディラッタディラッタで、まあいけそうだなって判断したらだんだんこの音を抜いていく。それとあとこういうところをドラムのフィーチャーみたいにして、こういうラテンを選んでくれるってことはドラムどんどん暴れてねっていうイメージの場合は、ここに音がいっぱいあります。なのでここのこれ EX1 になったけど、これ全部埋めてもいいね。で、こうタッチャンタタン、この間を埋めてもいいし、ウタタチャン裏拍から入るよっていう風に考えてもいいし、ウッチャンここ抜いてウタタタっていう風にやってもいいです。これちょっと全部混ぜてやってみますね。で、ここラテンのパターンのところもドラムソロにしてみます。はい、というふうに狙ってみました。こうやってこのシンコペーションだけ合わせて、それ以外の音を結構自由に選んでいくと、ここを通り抜けている間に、なんていうのかな、こうこれと受け答えをしながら、なおかつドラムのフィルインで埋めていくと、ドラムの対旋律とギターの旋律がすごくこううまく絡み合っていくって形ですね。ポイントがないとどうしてもちょっと辛いので、タラチャータラチャーっていうのを基本設定しておいて、その間は自由に埋める。まあ、全然自由にドラムソロずっとしちゃってても全然構わないっちゃ構わないんですけど、それはそれで一つのやり方ですが、まあ、ある程度なんかこう自分でこういう風にしようっていうのを設定するのはすごくいいと思います。イントロ編でございました。はい、A メロディーの部分やっていきます。 A メロディーはですね、普通にラテンのパターンを叩きます。ラテンのパターンは僕のおすすめはこっちのパターンですね。この曲にすごく合うと思うんです。ドッタドタタン、両手でシンコペーションしてツツタツツドドっていう風に、足は2小節2回だけ。まあ、結構僕も最初の頃は一つ覚えでこればっかりやってましたね。あと、すごくもう初心者で難しいという人はですね、これ右手両手右右左左、これでも大丈夫だし、シンコペーションのベースドンツタントンドンツタンと合わせたい人は、この辺がおすすめです。で、これをつなげるとオーソドックスの、足はどっちか、足は今みたいに2分にするか、足は統一してどっちかに統一してくれればうまくいくと思います。でこのラテンのパターンを、こう8小節
九州十小節やったらこれ決めがあります。じゃんじゃんじゃんです。じゃんじゃんじゃんで、フィルインっていうのはさっきもちょっと説明した四拍表にアプローチするのが、だからで、ね、うったんうったんうんっていうのが意外とラテンっぽいです。これに、フラムを入れる、両手でちょっとずらしてとか、入りだけフラム入れるとかすると非常にラテンっぽくなります。この辺を合わせてちょっとやってみます。ここにもフィルインを4拍表にアプローチするフィルイン入れました。このフィルインはまたもう一回 A メロに行くので全然なくてもいいし、次4ビートに行くときは3連のフィルインというような、方向に持っていってくれればいいと思います。だからフィルインというのは次を発想させるフィルインを入れた方がいいという形ですね。だから A メロこれ結構長いね、2回分あります、頑張ってやってみてください。はい、サビに行ったらここから4ビートになります。でここの、この決めは何かというと、これって、ペダルってやつですね、ベースが同じ音を弾きます。ペダルの場合は、基本、裏打ちです。ガッタで裏打ちに入る手前にはスネアを入れてあげた方が、これはいきなり裏って入りにくいので、ドラムはこういう休符を見ると、あ、ここスネア入れてあげようっていうふうにもうパブロフの犬みたいに考えるんですね。スネア入れてガッタダラッタで、こっから4ビートになります。3小節目から4ビートなので、ここでクラッシュで着地して4ビートで、ここシンコペーションを合わせる、でここのシンコペーション、このシンコペーションを合わせるっていうのが定番です。で2回目はここでブレイクする、でパラララララって次のメロディーがやってくるので、こういう風にします。でまずそれで頭スニアでやってみて、これ2回やるのでやってみたいと思います。はい、今みたいにここを今スネアで入れたんですけど、2回目はここ4拍表で1、2、3だった。要は、ここはスネアを入れるんだけど、ここは休符って分かってるから、休符を生かしたかったら手前でシンコペーションを連鎖してここを飛び越えて休符を生かすっていうことができるんですね。これが非常にかっこいいです。だから僕は結構よくやります。なのでここがね、今度はセカンドリフから帰ってくるところもここ休符に入るとハッとするっていうかね、こういうのを分かってるとすごい面白いですね。なので、こういう決めが来るっていうのは分かってるわけですけど、予定調和なわけだけど、ドラムが面白いのはここをスニア入れてあげてもいいし、ここの休符を生かしてもいいしみたいな選択権がいっぱいあるんですね。ドラムが違うとすごい変わるので、こういったとこですね。このシンコペーションにめがけて、アプローチの音、この、スニアの音に向かってアプローチの音入れたりとか今してみましたけど、こういった形で遊びます。なので、すごい初心者の人はもうスニアを入れてここで着地して、もうそれだけ、このピンクのところはなくて、ここのブレイクだけやればうまくいきます。めちゃくちゃシンプルバージョンやってみます。はい、というわけでこれビッグバンドでもよくやるんだね、今みたいにどうやって自分のこのリズムパターンを選ぶか、ここに対するアプローチをどうやって選ぶか、まずはシンプルにリズムが狂わないように、バンドが引っ張っていけるように、これが大事です。でそれができたら今度だんだん贅沢品でここの休符を生かしてみたりとか、シンコペーションを合わせてみたりとかをいろいろやってみて、そのシンコペーションに対してアプローチの音を入れてみたりすると、どん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 音楽がゴージャスになっていく。でも絶対にやってはいけないのは、要は贅沢品入れてその基本的なものがこうその
リズムが、基本のリズムが狂ってしまうというのが一番良くないです。だから狂わない程度、だから、生活費っていうのは絶対取っといて、それが余裕があったところでそれを入れていくっていう感じですね。生活費まで侵食してしまうとおかしなことになってしまうよっていうお話でございました。黒本に載ってないんでやらない人も多いんですけど、タラッタラッタダバラバダラッタラッタダバラバというところで、イントロとエンディングはもう最初にやったので、こういったところが、この曲のポイントになります。メルマガ登録してもらうと、この譜面全部を、ダウンロードできるようにしておきますので、ぜひメルマガの登録をしていただけたらと思います。というわけで、この曲やってほしいとか、そういったものがあれば、またリクエストもよろしくお願いします。ニカズドリームの、解説でございました。ぜひ、トライしてみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。